お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、今日はね、まっちゃんの息子、ヤグラしてるね、バカ息子の話をしたいと思います。5、6ヶ月前にね、結構まっちゃんのところの息子の話をYouTube でしてるんですよ。それでもうまっちゃんとこの息子の話はやめとこうかなと、 YouTube でせんとこうかなと、まあ思ってたんですけどね、今日ねまっちゃんから連絡があって、ポンちゃんどこにいてると、それで会社にいてるよと、じゃあうちの嫁と一緒にちょっと寄っていいと、まあそういう連絡があったんですよ。いつもそんな連絡ないんですよ。いつもいきなり来るんですよ。でも今日はそんな連絡があって、何があったのかなと、まあ、思ったんですよ。ね、いいよと。それから30分ぐらいしてね、まっちゃんと、まっちゃんとこの姉さんと、二人で来たんですよ。会社に。それで、奥の部屋、使っていいと。その奥の部屋はね、声が漏れないんですよ。何の話してるか、わからないんですよ。それで、あ、難しい話なんだろうなと思って、あ、全然いいよと。それで奥の部屋に入ったんですよ。自分と、まっちゃんと、まっちゃんの姉さんとね。それで、今日、弁護士と会ってきたんやと。その、バカ息子のね、弁護士と。再逮捕されてね。それで、起訴されて、今、小菅にいてるんですよ。東京拘置所にいてるんですよ。それで、実はなと、弁護士の話では、おそらく、7年以上、来るやろうと。判決がね。だから、今、受刑被告なんですよ。バカ息子はね、小菅で。それで、前の刑も4年ぐらい残ってるんですよ。だから、両方合わせたらね、あと10年以上あるんですよ。それでもね、判決が7年だった場合ですよ。もしかしたら、8年かも、9年かも、10年かもわからんと。そうなったらね、14年とか、勤めなくちゃいけないんですよ。そしたら、まっちゃんがね、俺元気で、待っとけるかなと。あと十数年、元気でおれるかなと。ちょっと不安になってるんですよ。その息子が刑務所から帰ってくるまでの間ね、元気でおれるんかと。ちょっとガクッとね、落ち込んでるんですよ。今日弁護士からその話、聞かされてね。それで、弁護士がね、今日午前中に、まっちゃんとこのバカ息子に、その話をしに、面会に行ったらしいんですよ。それで、少なくとも、7年以上、判決来ますよと。まあそういうふうに伝えたらしいんですよ。そしたら本人も、ガクッと来てるらしいんですよ。本人は、4、5年。それは腹くくってたみたいです。今残ってるケーキ。そのケーキを合わせても、7年から8年。それで帰ってこれると思ってたんですよ。まあそれでも十分長いんですけどね。でも、それがね、10年超えてくるってなったら、結構厳しいんですよね、やっぱり、気持ちの中で。まあでも、自分から言わしたら、厳しい言い方ですけど、まあ自分で決めたことだし、その犯罪に関わったのは間違いないんだから、しょうがないって言えばしょうがないんですよ。でもね、刑務所に行って、この事件で懲役来たんやと。これは組事やと。組のために俺は体かけて、刑務所に来てるんやと。そんな胸張ってね、言えるような内容でもないんですよ。正直。恥ずかしいね、下向いて、刑務所勤めやなかんような事件なんですよ。それをね、そのバカ息子が所属してる組の親方、兄貴分、どう考えてるんかなと。もうずっと思ってるんですよ、自分はそのことを。恥ずかしい思いさせて、懲役がすんですよ。それも10年以上ね。それをどう考えてるんかなと。はっきり言ってね、その兄貴分も、その親方もね、10年後、現役で役立してるかって言ったら、してないと思います。そこの本部事務所はあると思いますよ。まだ役立として成り立ってる組織だと思いますよ。でもその、バカ息子の親方、兄貴分、まあ、いてないと思います。あと10年後、バリバリ役立してるかって言ったら、してないと思います。自分は、
まあもしかしたらしてるかもわかんないですけどね。それでも立派な親分になってるかって言ったらなってないと思います。無理だと思います。自分はいろんなヤクザ見てきました。いろんな親分って呼ばれる人もいっぱい見てきました。でもそんなタイプではないです。無理ですね、はっきり言って。それでまっちゃんが今日ね、その兄貴分に電話入れたんですよ。実は弁護士からこう言われたと。最低7年、もしかしたら10年来ても不思議じゃないですよと。まあそんな風に言われましたと。そういう電話を入れたんですよ。そしたらその兄貴分がね、ああそうですかと、長いですね、出てきたら時代も変わってるでしょうねと、そんな言い方するんですよ。言い方がね、冷たいんですよ。冷めてるんですよ。だから熱さがないんですよ。懲役かす申し訳ないと、人の分まで懲役勤めさすと申し訳ないっていう気持ちがね、全くないんですよ、その兄貴分には。それに腹が立つんですよ。自分は悪いのと、申し訳ないと、頑張って言ってくれよと、そういう気持ちをね、出してほしいんですよ、もっと。それでね、まっちゃんが、えらい丸々さん冷たいですねと、うちの息子が10年以上も懲役行かなかんと、せやのにえらい冷たいですねと、まあそういう言い方したんですよ。そしたらね、あーでも自分らがどうこう言ったところで決めるのは裁判所ですからねって、こんなこと抜かすんですよ。それでね、もうまっちゃんが、わかったわかったと、あんたと話してでもしょうがないわと、判決出たらすぐに控訴するわと、控訴して内容全部話して1年でも早く息子が帰ってくるようにそうさすわと、弁護士ともそういう打ち合わせするわと、まあそういう風に言ってね、電話切ったんですよ。そしたらね、10分ぐらいしてすぐ電話かかってきて、さっきはすいませんでしたと、ちょっとこっちもバタバタしててねと、そういう冷たい言い方して申し訳ありませんでしたと、今どこにおられるんですかと、今から会ってこれからのこといろいろ打ち合わせしたいんですよちょっとね、電話かかってきたんですよ。でまっちゃんが、まあ腹立ったんでしょうね。それにもちろん腹立ったと思います。自分でも腹立ちます。それで悪いくらいっつって控訴するっちゅうたらそれかいと、もうお前と話することが何もあるかいと、控訴して全部喋らせたらっつってピチンって切ったんですよ。まあまっちゃんが本心で言ってるかどうかわからないですけどね、その控訴さすっちゅうのは。自分は正直肩気にさせてね、控訴させて早く帰ってこれるんだったら1年でも早く帰ってきた方がいいと思います。はい、時間の無駄ですからね、刑務所で1年って言うたら長いですからね。そんなね、親方とか兄貴分のためにね、長い懲役行く必要ないんですよ。ほんまにね、よくしてくれる親方、この人のために体かけて俺は長い懲役行くんやと、この人のためになりたいんやと、本当に心の底からね思える親方なら頑張ると、泣き言言うなと、胸張って懲役行けと言ってあげますよ。でもね、そんなしょうもないね、兄貴分とか親方とかのためにね、人生無駄にする必要ないんですよ。抗争事件でね、行く懲役じゃないから。これがね、抗争事件で体かけて物事してるんだったら胸張っと考えと、自分もまっちゃんもそう言いますよ。でもね、しょうもないね、人に胸張って言えないような事件でね、何の組事やねんと、何の組のために懲役やねんと、恥ずかしいだけやないかいと、自分はそう思うんですよ。このね、事件の内容もね、言いたいんですよね。でもさすがにそれは言うことできないんですけどね。でも自分は言いたいですよね、事件の内容、その親方がしてること、その兄貴分がしてること、全部言いたいですもんね。でもやっぱりそれはさすがにまっちゃんの息子の顔があるから言えませんけど、本当はこんなん晒してもいい話なんですよ。あ、この組はこんなことしてるよと、みんな気をつけた方がいいよと言いたいですよね。はい、まあ今日接見禁止が取れたらしいんですよ、我が息子のね。それでまっちゃん明日面会行っていろいろ話するらしいです。控訴するんかどうするんか、まあいろんなこと、時間ね短いからそんな話はできないと思うんですけど、まあいろいろ話してくるって言ってました。はい、なのでまた明日まっちゃんから話聞けたらその話をしたいと思います。はい。
はい、ということで今日はむちゃくちゃ腹が立ちました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。